おざっす、スマッシュです。もっちゃんです。はい、今日もやっていきましょう。ライズオブキングダムっていうことで、今回は KVK でもっちゃんは何を使ってたの、何使ってたの、イエーイ。何使ってたんですか。私ね、今回の KVK で10割増し頑張ったと思うんですよ。10割増し。まあまあ、でも身についたぐらいやってると思います。普段がやってないから褒めてるわけじゃない普段がやってないから今回はよくやったねっていう。ちなみにどれぐらい頑張ったん。もう撃破ポイントってあるやんか。はい、これが開始の時確か10億いってなかったよ。うちほう9億8000万ぐらいだったんちゃうかな。なるほど。じゃあもう3億以上今回稼いでるってことだよね。そう、すごい、これはすごい。あのもっちゃんが今回 KVK1 回で3億撃破。そうやで、すごないすごい。まあ集計したところ正式には3億2200万。おお、めっちゃいってるやん、めっちゃいってるやん。同盟の中でももうほんま真ん中ぐらい。もうすごい、真ん中ってすごいな。すごい。逆にもっちゃんより稼いでない人は、まあ別にダメなわけじゃないけど、なんかプライド傷つくよな。まあ俺が実際もっちゃんより下やったら嫌やなって、嫌な気分になる。そんなことないですよ。いやでもね、ちょっと頑張ったんで、今回頑張ってくれた私の指揮官を紹介したいと思います。そうやね。まあこうな、3億稼ぐってなかなか大変やと思うね。でしかもね、もっちゃんなんてセロにもイオンもまあ下手し黄金の国も怪しい、普段装備全然育ってない、あのもっちゃん行動力も使ってない、装備のあの素材こう作るとこも止まってんちゃうかぐらい怪しい、あのもっちゃんで3億いってるってことは相当いい組み合わせしてたんかなっていう。結構ね、指揮官には自信ありです。ちなみにもっちゃん VIP はいくつなん。VIP はどうやって見んの。そんなレベル。あ、ここにありますね。VIP 私16です。 VIP16。 はい、まあ、VIP16 ってことはまあまあそれなりね育ってると思うんですけど、はい、今回もっちゃんは5部隊出して戦った。うん、4部隊出して。4部隊なんや。戦ってました。なるほど。じゃあまあ今回のこのもっちゃんの4部隊何使ってたのかと、どれぐらいの装備軍機使ってたのかで、あと推奨研究どんなもんやったんかをちょっと見させてもらって、こう世の中をね、大金プレイヤーの希望を与えてくれたらいいんじゃないかなと。え、もっちゃんのこんなしょぼしょぼの状態でも3億1回の KVK で稼げるんや、俺も私もいけるかもしれんっていう、もう底辺の希望やから。底辺の希望、底辺ですか。底辺ではないと思ってたんですけど、自分的にはまあまあまあそこそこやろって思ってたんですけど、 KVK がない時は無課金。 KVK の時はまあ水晶ちょろっと買う、610円。いや、もっと買う。今回は気合い入れてたから1万ぐらい買った。1万は買ってない。でもそんなレベル、うん、で普段今日の特化は買ってない。まああと僕らはね、ちょっとあの公式クリエイターってことでクリエイター報酬がちょっとありますけど、まあそう、まあそれぐらいやな。それぐらいです。だからそれでまあ VIP16 育ってるぐらいちゃう。でもほぼもっちゃんはもうそういうのなかったら、まあ、無課金、微課金っていう状態で、まあ、今回3億稼いでるんで、まあちょっとね、ほりはほり見ていきましょう。ファンコードバイオハート。じゃあまず部隊、今出してくれてもね、これ、はい、こちらの4部隊で戦っておりました。こんな感じのメンバーですけど、まあそれなりにいけたんじゃないでしょうか。誰が一番稼ぎ頭やった。いや、もうそれはね、ダントツ、もうここですよ。流鉄アレキが稼ぎ頭なんや。稼ぎ頭一番レポートが良かった、トレードが良かった。いや、もうダンチ割り切るやん。じゃあこの中の4部隊と、もう流鉄アレキがダントツなんや。もうダントツもダントツ。え、流鉄スキピオで使おうみたいなのはなかった。もうやっぱこの歩兵2つの方が良かった。だって流鉄スキピオで使ってしまうとめちゃ強じゃない。
缶ありきになるやん。いやそれで1本に絞るっていう考えはなかったんや。2つに分けた方が良かった。とりあえず今回は舞台を出してみなかったやん。4舞台なんか3舞台じゃなくて、いつも3舞台やからさ、4舞台でやろうって思って頑張って出してみたっていう感じ。それは4舞台の方が体感は良かった。体感はいい、でも資源は使う。ああなるほどね。でもだからうち個人的にずっと嫌やったんが、ボールって言われるところまでさ、戦場とことか歩いていくやん。でその時にうちなんか3舞台で出してたらめっちゃ狙われることが多かったやん。でも4舞台やったら狙われたところでやっつけ返すことがそれなりにできました。ほんまかい。ほんまほんまほんま、まあ、そういうのもあったりするから、まあほんまに数ってすごいなっていうのが。野蛮人やった。じゃ野蛮人ではない、めっちゃ強いねチームでしたよ相手は、うん。ちなみに流鉄アレキの次は何が良かった？今回さちょっと頑張ったでしょをあげたいのが諸葛無理か。意外意外やね。うちもほんまに今回こう一番足を引っ張られたのがまあここメフジャンなんや。メフジャンに足引っ張られた。正直なんだ足引っ張られた。どういうこと？足引っ張られたと思ってんのはネフスキーとジャンヌやろ。や逆や逆。そんなことない、そんなことない。いやなんかね、いや別にカンウスキピョンも良かったし、覚醒してないカンウでも。そうよかった。カンウいくつ覚醒してないって。いやでも5511とかそれなりにもうちょっとで覚醒しそうやったような気がする。ちょっと待ってな、じゃん5345。あまあぼちぼち育ってんねや。そうそうそう、なるほど。まあ、ぼちぼちカンウですよ。ちょっとよくわからんけど。んーじゃあネフジャンヌはそんなやったんや、うん、圧倒的に足を引っ張ったのがここの、まあ、行軍速度が揃ってなくて一人だけポンと前出てしばかれてたんじゃん。あそうそう、なんかめっちゃ出しゃばんねんここは。ほんまに、まあ、まあ足は速いからな。ほんまに出しゃばられた。でも諸葛ブーディカは出しゃばってなかった。いや出しゃばんねん、ここもすごい出しゃばんねんけど、これなんか秘密があって。秘密装備あるやん。はい、装備のさ、うち弓は覚醒させてなかった一個も。でも思い切って今回覚醒させて、そしたらめっちゃ強くなった。一覚醒だけでめっちゃ強くなった。いや覚醒はするやん。いや覚醒させてへんのは意味わかる。か半分ぐらい意思持ってへんかったのかな。意思とか余るで普通。いや持ってない持ってない、全部持ってない。意思を回収してないのがバレたな。一個覚醒しただけで跳ねましたね。なるほど、うん、なんでいつも足引っ張られてるここに今回は結構頑張ってもらえたんで、こんだけいったんちゃうかなっていうね。でおもっちゃんの中では1番が流鉄アレキ。流鉄アレキで2番が2番がこことここがもう一緒やね。カンウと諸葛が一緒。カンウスキピオ、あと諸葛ブーディカ、うん、で, ここでドベがネフジャン。ダントツ最下位。ダントツ最下位。ダントツ最下位です。なるほど。装備も力入れてるはずやねんけどな、ここには。へえ。前に足引っ張られました。まあまあ向こうも思ってるやろな。お互い様です。お互い様です。ちなみに高級部隊編成は使ってた。ずっと使ってた。あ、使ってた。ずっと使ってた。やっぱ部隊大事。うん、で、あと攻撃防御バフはプレミア。プレミア。プレミア攻撃。どっち使ってた？プレミア攻撃。攻撃を使ってた、ね、防御じゃないんや。防御は高いね。高いね。だから攻撃を使ってました。なるほど。じゃあ、あと気になる装備と軍旗どんなもんかちょっと見させてもらいましょうかね、はい、パンチがないポジコン。じゃあ流鉄から見ようかな。これはね不動のエースなんでね。不動のエースの割にはなんか右が紫色になってるけど。待って、でもめっちゃいい装備つけさせてんねん。どうこれ、ツルッツルやな。武器だけ、あでも武器覚醒2位までいってるやん。そう不動のエースなんでね、ちょっといい。まあ、不動のエース言うたらええ思ってるけど。やばいな装備、テンプ何もついてない武器以外。んこれついてんね、これついてんね。いやそんなもん、これついてますから。
てかアクセ2つレジェンドじゃないねんな。ちゃうよ。それも衝撃やわ。嘘やん。え、めっちゃいい装備やなーって眺めてました。眺めてた。あーでもマントは4まで覚醒はいってんねや。うん、いやーでもそうやな、アクセイひどいな。え、いいよいいよいいよ、これめっちゃいいで。いやいや、兵法師はもういらんで。え、めっちゃいいめっちゃいい何を根拠言ってるかわからんけどいやでもこんなんでも流鉄やったら大丈夫、なんとかしてくれますから。かわいそうね流鉄っていう感じです。なるほど。で、軍旗ってどうやって撃つの。軍旗が、おー、軍旗北海なんや。ちゃんと北海でやってます。なるほど。しかもどう、おー、なんか青グリフ。でも関係ないのもこれしかついてない。はいはいはい。まあまあまあ速度はまあぶっちゃけあれやけど、まあまあないよりマシやろっていう。ちょっとパッパッパって見してや。ポあ強、これこれがもう、ね、強っ。めっちゃいい。 3.4、3.5 はバリ強いな。なるほど。で次これ、あーまあ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 。で次はこれ、なあまあまあまあ、はあ、はあ、これですね。なるほど。まあまあぼち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 いいんじゃないですか。そんな感じの龍鉄さんでした。はい。で、あとカーン。カーン、カーンがねちょっと雲行き怪しなってきたな、これ急にやば雲行き怪しなってきたな。両サイドのアクセ、アクセなんなんその青やば、誰が野蛮人彼言うてんねんいや、ないよりマシかな。いや、ないよりマシもなんもゼロやん。そう、いや、つけてなんも意味変わらんねん。いや、でもこんなんでもネフジャンに買ってたから。すごいな、これえ？え？いや、いいよいいよ、全然カムさんいいよ。しかもこれ、うちのね、これおすすめの、まあ、これが装備ですよ。デッドハウンドドッグ。デッドハウンド、まあ、これね、いいなってずっと思ってつけてます。はい、行きましょう、次。これやばい何やったっけ、このトーテムみたいな名前やったっけ。サベージトーテム、ヤバンジン 10% これ、まあ、しかもテンプもついてない。まあまあまあ、ないよりいいかな思って。やば、ちょっとドン引きやわこれがネフジャンよりいいやって。この余裕余裕余裕でネフジャン立ってます。これは視聴者今ドン引きです、まあ、後ろにスキピをつけてたからいけたんかな。これはどうなんやろ、ね、スキピをも不安よな首相こんなん後ろ預けたないわまあまあ、まあ、頼りない背中やで、これ。まあいいんじゃないでしょうか。まあまあ、わかりました。ずっと、いやでもテンプは、ああテンプでもグリフな、グリフはいいじゃん。軍旗、いやいやいや、これもうグダグダやな。なんか防御力だけやたら高いけど、これめっちゃいいね。これはまあ確かに、うん、いいのできたって思って。で、うん、ちょっとしょうなったな。けど、まあパーセントに救われてるぐらいで、おー、いいじゃんいいじゃんっていう感じです。いやー、急にまあもっちゃんの本気を見た感じはい、じゃあ次、諸葛。諸葛、まあ、諸葛はね、なんかドラゴンセット作ってたんは以前見てたんで、まあこれも紫。紫でもデライアンやから、これは言うて、デライアンの添付なし。いや、でもいいよ、めっちゃこれ優秀ですから、皆さんつけてください。いえ、テンプは、テンプそのエピックなんてテンプつくやろ、資源使わんのに。そうなんや、そうなんやこれをまあね、使ってました。で、今までこの今全部1ってなってると思うんですけど、これが半分以上ついてなかった状態やって、たもツルツルの覚醒オール1。うん、今回まあこれをつけるだけでだいぶ変わったわ。でも言うて、まあまあさあな、うん、ないよりは、うん、ひどい。ほんで軍旗は、あー、グリフはめっちゃついてるの。これ共同ってなんなん、このグリフ。これ、うん、
ああ、まあまあいいな。なるほど。で、戦術ってなんだこれ。ああ、なるほど。え、ちょ待って待って待って。もうグリフめっちゃついてんな思って夢中で見てたけど、その下何このぐちゃぐちゃ。攻撃力なんて 1.7% やねんけど。金採取高ないなんかやから。13% もいる金採取。もうちょっと恥ずかしいわもう。だってここで金採取ついてるしさ。あ、ほんで？ここでも金採取。金採取ばっかやついてるしさ。えぐえぐ。まあ。ぐちゃぐちゃ。こんな感じですよ。まあこれはいいんじゃん。ね。正月さんもガベチャ活躍してくれました。で、じゃあ最後ネフ、足引っ張られたっていうネフ。なんかね、めっちゃ足引っ張られたネフだけ唯一オール金なんや。そう、意味わからんな。しかもまあちょっと覚醒、ズボンだけとつってるやん。そう、かわいそうに。まあこれでもね、今私オシリスで防衛、あ、ヤンジシカ防衛してるか。これでヤンジシカ防衛ちょっと大丈夫かな。テンプついてないやばいな。同盟の人見たらおやばいやんってなるな。こんなんで俺ら預けてんの、命預けてんのってなるな。オブジェクト預けられへんで、こんなんでやばいな。で、まあ、こんな感じです。で、軍旗、軍旗が、まあ、さっきよりはマシか、諸葛よりは、うん、ほう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 、まあ諸葛よりはマシやな。ほんでちょっと一個ずつ一瞬パッと、はいはい、これいいよね。はあはあ、これはまあ歩兵がいらんついてけど、まあ、まあまあ確かに HP3% でかいな。もうこれもまあまあ、まあ、これひどいな。だって速度と HP やから防御しかついてない実際は。これひどいな。しかももう回数ゼロなってるし。まあまあまあ、あ、これはまあいいな。なるほどっていうね。まあうちの中ではすごい装備整ってるっていう感じ、うん、やねんけど、テンプいるな。ただなんかめっちゃデシャバル、すっごい一人で突っ込む勝手な。まあまあ唯一オールレジェンドやからさ、ネフッキー自体もな、カルカウとかと比べたら俺はレジェンドやからっていうデシャバリは、もうそういうのがもろに出た結果っていう感じだな。いや、かわいそう。カーンウほんまかわいそう。まあ龍鉄がそうか、レジェンドで1個エピックやもんな。そう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 、カーンウほんまいじめやで、あれいじめ。カーンウの装備これ全然良かったよ。いや、まあもうほんま、私なんでサベージトーテムつけられてるんですかね。ヤワン人狩らないといけないんですか言って。いやいやいや、そんなことない、そんなことない。敵巻き込みながら近くに野蛮人いたら野蛮人狩りましょうか言って。そう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 。いやーちょっとひどいですね。まあでもね、この4部隊の構成でも1回の KVK で3億以上稼げるっていうことなんで。うん、まあほんまビカキンユーザーからしたら勇気もらえたんじゃないですか。はい。戦えるんやっていう。ちなみにまあ総括して今回3億ね、まあ、少なからず稼いだもっちゃんがアドバイスできるとしたら、この3億稼いだコツみたいなのもしあったら、これで私は稼いだと思ってますっていう、なんか最後まとめて言ってもらえたら。睡眠時間です。ちょっと頑張って起きてみた。装備軍旗指揮官関係あらへん。睡眠、睡眠、睡眠だって睡眠の問題やと思うわ。気合、精神論、精神論。長時間起きろってこと？長時間起きたらなんとかなります。なんか長時間寝て寝ずに頑張った人のセリフやけど、アーカイブ残ってんで。いや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 、配信の前半でだいたい消えてた気がするけど。ほんまに？まあでもお茶の中ではもうそういうテクニックとかクオリティじゃなくて、とにかく起きて戦え。起きてました。起きてました。もうね、もう私の通り装備困難なんですけど、まあ3部隊で戦う時よりはうまく立ち回れたんかなっていうのはでもあった。今回やってみて4部隊で戦ってみて、うん、ここはだいぶ違った。でもその代わりもう全然加速と資源の減りが
段違いで増えたっていうのはある。じゃあまあもっちゃんの中では撃破を稼ぐコツとしては舞台数を増やせばいいってこと？の方がやりやすい気はする。なるほど。で寝ない、睡眠を取らない、いつもよりちょっと起きた、ちょっと起きたっていうのと、バンジージャンプ飛びたくないなっていう気持ちは半分はあったっていう精神論。追い込んだってこと、自分に枷をかけたってこと？そうそう、バンジー飛びたくないっていう一心でやってました。じゃあね、みんなも次 KVK やるときは舞台数を多くして、自分に何かやらなかったときのペナルティを課せて、さらに寝ずに戦争に挑んだら、もちゃみたいに撃破がっつり稼げるんじゃないでしょうか。ちょっと思います。こんなんでも、こんな関羽でも頑張ってくれてました。まあまあ一個ね、スマッシュからのアドバイスとしては、サベージトーテムはいらないと思いますので皆さんそれは参考にしないでください。まあでも相手ね、ヤバンジみたいなもんでしょ。はい、ありがとうございました。はい、ではまたね、バイバイ、バイバーイ。